はい、皆さんはこんばんちは。ゆっくり霊夢よ、マリサだぜ。はい、それじゃあ第2ステージのエクストラコースをやっていくぜ。潰されそうなナックル城、嫌な予感しかしない。おお、早速後ろから落ちてくるぜ。てかこの BGM も嫌な予感しかしない。ハルカンドラだぜ。懐かしいな。あの時は4人で冒険したぜ。あれが一番賑やかだったわね。って邪魔よグリゾー。おいサーカスじゃ。はい、ハルカンドラのごとく、最悪は死になさい。飛んでも大丈夫なのか。大上方向は大丈夫そうだわ。そしてスピアに乗り換えましょう。スピアゲーっと。スピアも微妙だろ。こんなプレス地帯だと、ダッシュ攻撃がすり抜けて潰される未来が見えてるぜ。それさえきっちり気をつけていけば大丈夫よ。で、高いなこのブロック。セーフ。はい、またハルカンドラだぜ。下水道だな、確か。けどホイールがあるし、疾走していきましょうか。床にギミックがあるけど関係なーい。とーぼて。そこは綺麗にジャンプしろよ。次から気をつけるわ、次から。はい、またダッシュ。道中の敵は引き倒していくだけだぜ。ジャンプ、ジャンプ、ジャーンプ、ジャーンプ。ってなんだ？どうした？下に何やら怪しげな。これは、こうするはず。はい、オッケー。ホイールで疾走しないと無理っぽそうだな。で、中にはサンストじゃなくてキーホルダー。危な、マジックハンドがいっぱいあるな。お、発見、じゃなーい。危ねえ。焦ってマジックハンドにやられないようにしないとな。まあこれって、普通に登っていくだけだよね。多分そうだぜ。さっきの偽扉みたいに、トラップはちらほらありそうだけどな。あー怖い怖い。ここで休憩。よし、レッツゴー。さあ、またハルカンだぜ。よ、あー、しまったー。ナックル城がー、復活しないの？してよ、しなさいよ。結局しなかったです。いかにも後ろから壁が落ちてきそうだな。ホイールで一気に駆け抜けるんだぜ。無茶をおっしゃいますな。壁がどれぐらいまであるかわからないでしょうが、自分の限界まで追い込むんだぜ。やかましい。ファイターゲーと、よーし、またナックル城が出てきたのは嬉しい。下の水たまりには何かないのか？何もなさそうよ。壁に潰されそうになったらここに逃げろってことでしょう？蹴り、奥にキーホルダーがあるな。あれごと降ってくるのかな？てはー、鍵終わったぜ。さて君はどうする？成果か？初見きついこれ、キーホルダーの方に注目。危な。注目を集めて実破鍵が本命だと。まあ取れたからいいじゃねえか。デスリスポーンで。まんまとマップデザイナーの方にやられた感じがするわ。さあ一回死んでまで手に入れたかった代物は？普通のキーホルダーです。おめでとう。ぶっちゃけ死んでやり直してまで取らなくてもよかった気がする。損得じゃないぜ。ギミックを攻略することに意味があるんだぜ。はい、いい言葉ですね、はい。で、次は何だろ？ちょ、あっぶねー。おー、ナイス判断だぜ。いきなり撃ってくるんじゃないわ、ヨロリポップタンク。さっさと下に降りるに限るぞい。ブロックが2つあるな。体力ちょっと減ってるし、ハンバーガーもいただくわ。はい、流れるように回収して前進。あ、ロッキーがいるぜ。効果は抜群だー。粉砕。取る気はないんだな。ファイターの方が楽しいからね。このコースじゃストーンの方が楽そうだけど。このブロックの中何かありそう。おめでとう、青スターだぜ。微妙ね。肩透かし食らったけど先に進むわ。これここ飛んでたら大丈夫よね。はい、オッケー。まだまだ戦車ついてくるぜ。おっ、扉。けど新たなものも発見。これは確実にあれでしょ？サンストヘの扉が開かれるに違いないわ。あ、タンクか。黄色い猿がいるぜ。このミサイルで猿をコッパみじんにすればいいのね。ちげえよ。ブロックで道を確保するんだろ。じゃこうしろと？いや、こっち先壊すとあいつは下に落ちるわ。先にこっちを壊しておいて。そっからこっちを壊す。クロスして発射するんだな。発射。よし、あの黄色い猿を仕留めに向かいましょう。あいつかなり足早いぜ。逃がすか、死んねえ。はぁ、あいつ殺したーい。気持ちはわからなくもないけどな。この上には何もないの？何もなさそうね。まあ無事攻略したしいいだろ。ワンアップゲーっと。てかここでもスピア取れないのね。一個しかないからな。コースのラストで取れるんじゃねえのか？ああ、そういう感じ。そういうことなのね。霊夢、懐かしいと思わない？何の話だよ。ハルカンドラで一緒に冒険してたことよ。ああ、なるほど。特に興味なさそうだな。いや、まああるわよ。楽しかったし。さて今回のコピーたちはファイター、スナイパーだな。スナイパーの段ボールでも使うか？それもいいんだけどね。ファイターで殴り倒すことにするわ。この豊富な技、恵まれた攻撃力。さて今回のボスは誰なんだろうな？新ボスが多いぜ。
おお、ウォーターガルボロス。じゃない、普通のファイアバージョンだぜ。もう、ウォーターちゃんなんでいなくなったのー。危ねえ、しれっと流れてくるんじゃないわよ。ウォーターの攻撃みたいだなそれ。危ない危ない。おお、腰を出るんだ。疾患で、くらえ。危な、さあ、個性放題タイムに入るんだぜ。ちょっと攻撃力を、あちちちちち、何かと炎の衝撃波が出るようになってるな。もういいもん、攻撃挟んで、ライジングブレイク、おら、くらえ、おら、おら、くたばれ、死んでしまえ、回避ブレイク、それ、ラッシュラッシュラッシュ、ブレイク、おらー、対空ブレイク、じゃあース、ふっ殴り倒したわ、物理で殴りまくったな。あっ、すごい、ファイアゲート。さあ、いつもの恒例なら、この先に宝箱が、上には何もないか。はい、このブロックを壊して、宝箱の中身はもちろん、サンストゲート、灰色のな、やかましい。この微妙な空間、何か起こりそう。そのワープスターに何かあったりしてな。なんか何分待ったらとかあるみたいだけど、時間がないからゴール。さて、前回1位取ってしまったから、また頑張って最下位取るんだぜ。最下位なんて余裕余裕。そう言って1位だったじゃねえか。はい、オッケー。着地、7位を取るのは上手くなってきたわ。肝心なのは5とか4ぐらいだぜ。進むにつれてプレッシャーも多くなるしね。カービィトリオゲート。効果力ハンマー。ソードゲット、今回はオールカービィちゃんね。はい、それじゃあそれじゃあ、新しく出てきたボスとのご対面。何やら魔女っぽい見た目してるが。っていうかこいつ見たことあるんだけど、あれじゃん、タッチカービィの、ドロシアでしょ。あ、そういえばそっくりだぜ。さて、過去作のラスボスが2ボスになり下がるのか。荘厳な BGM にロリポップ。レイムー、タッチカービィはやらないの。あ、スーパーレインボーか。私たくさん出てくるわよ。保有で。さあ、て今回のコピーたちはベル、サーカス、スピアだぜ。ベルはボスには使ったことないな。それじゃあベルを使うしかないでしょう。スピアはクソフグに何回かやったし、サーカスはスージーちゃんでやったし。リンリンドンドン。てん。しかしベルの強みってガードだよな。ボスに効果的なのか。常時休戦に持ち込むことは可能よ。やらないけどね。え、やっぱり絵画なの。もともとは。めちゃくちゃ似てるぜ。鳴き声もそっくり。ペインシア、生き別れた姉妹を描いたという悲しいなも泣き絵画があった。現実に復讐を誓うのであった。ちょっと逆恨みにも程があるんじゃないかしら。ただラスボスの姉妹は濁ったよ。あぶなー、本格差があるもんじゃねえか。ちょっと油断した。サーベルで殴るんだぜ。てん、フィナーレ外れたけどな。これ発生が遅くて当てにくいわ。てか危ねえ。純粋な絵の具で攻撃に見えなかったぜ。はあ、攻撃じゃないのね。でもすぐそばにいるぜ。あー、やばい、ベルの中に避難。星は使えないのか。リンリンドンドン。てん、フィナーレ、ギャース、グッソ使えん。近距離攻撃には向かないのかこれは。大技当てたところで攻撃力が高いわけじゃないしね。てまたかよ。視界にダメージを与えてくるぜこいつ。まあこの鉄壁の壁に隠れれば大丈夫なんだけどね。そしてくらえ、ジャイアントベル投げ。へぇー、攻撃自体は大したことなさそうだしな。へん、フィナーレ、フィナーレ。さてこっから第2形態だぜ。お、とうとう絵を描いてきたわね。後ろの鉄柱がどうなるのか。まあこの隙にも攻撃攻撃、そして隠れます。鉄壁の防御だぜ。うん、危ねえ。あれはスカなの。スカが一つ混じってるみたいだぜ。後ろですんごい溜めてるけど。なんだ、ついてくるな。まあ普通に走っとけば大丈夫よねこれ。はい、やったー。サーベル投げを繰り出すんだぜ。この攻撃が一番安定して攻撃できる。リンドン、変化メロディ。それ正直微妙じゃね。リンドン、変化メロディ。うん、微妙。ダメ技なのにダメージ低いしな。後ろのやつ、よく見れば本物か偽物かわかるけど、ぶっちゃけ間にいれば普通にかわせるぜ。ツインケンカー、ツインケンカー、これが一番使えるぜ。でもまたこれかよー。しかも上下突き、パワーアップだぜ。まあツインケンカーで離れて攻撃するけど、幸いペインシア自体の攻撃は厳しくないし、ゆっくり弾を数発出したり、筆で数回殴ってくるだけだもんな。ツインケンカー、やっぱりこれ優秀。さあクロスを破ってくるぜ。ちょ、危ねえ。ちょっとペイントかけてきたな。で、またかよ、ツインケンカー。よーし、オッケー。リンリンリンドン、ツイン、フィナーレ、あー、あ、まだあったのか。ケンカーメロディ。さあ、ツインケンカーでとどめを刺すんだぜ。フィナーレ、いや、最後は大技で決めたいじゃない。はい、出たよ、意味不明なこだわり。で、ランディアじゃんこれ。ほんとだ、ざっくり攻撃してくるのか。やばい、もうこの中に隠れよっと。炎で溶けてしまいそうだぜ。はい、鉄壁のガーウド、ツインケンカー。やっぱりそれが一番使えるぜ。後ろに岩盤のごとくアトリエが、ラリアットされたな。終わったな。アトリエに戻っときなさい。さあ、無職のサンストだぜ。勝利のポーズ、3。以上です。
色がないのは気にするな。はい、これで第2ステージはクリア。次からはオールドオデッセイ、水のステージみたいだな。次回からはステージ3からやっていくわね。ご視聴ありがとうございました。次回もゆっくりしていってね。オールドオデッセイ、あ、その前がロリポップランド。うん、その前がファインフィールド。ロボボみたいに何かの単語になってんじゃねえのか。 FLOP